モアサックは、フランス、奥下にー地域圏、タルイコールエイコールガロンヌ圏のコミューン。モアサックともかな表記される。モアサックは、ガロンヌ運河城でガロンヌ川とタルヌ川が合流する、地点にある。国道113号線が、カステルサラさんとバライコールダジャンとの間を走る。フランス国鉄モアサック駅は、ボルドーセット路線が通る。 修道院の回廊1464年の特許状により、ルイ11世は先代の王たちが与えたモアサックの特権を認可した。新たな宗教戦争中であった1622年、モアサックはルイ13世によって占領された。1800年から1926年までモアサックは軍庁所在地であった。モアサックはシャスラシブドウの町として有名である。 第二次世界大戦中のモアサックは、フランスユダヤ人ボーイスカウト連盟への大規模な避難所となっていた。モアサック子供の家では、ユダヤ人の子供たちがかくまわれていた。1944年春、ノルマンディに再招集される前、オラドゥル・シュルグラヌの虐殺など通過した場所で、数々の暴虐を働いてきた第二、SS 装甲師団の一部がモアサックに駐留していた。 モアサック産者スラッシュブドウの生産が有名で多く指定されているが近年の天候不良で減産傾向にある観光業が発展しているサンティアゴでコンポステーラの巡礼ロット場にあり数千人の巡礼者たちがベネディクト会派の修道院にやってくる参照元イヘス・ INSEE。ありがとうございます